イーサムスタファは、コソボの政治家。2014年12月から2017年9月まで、同国首相。プリシティナ市長などを務めた。コソボ民主連盟党首を務める。1951年5月15日、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、セルビア社会主義共和国、コソボメトヒア自治州の州と、プリシティナ市のプラパシティツァにて、アルバニア人の両親のもとに生まれた。 プリシティナで初等、中等教育を終え、プリシティナ大学の経済学部を卒業、修士号及び博士号を取得する。1974年からプリシティナ大学の研究員として働き始める。1980年代から政治に関わるようになり、1984年から1988年までプリシティナ市長を務める。1990年代のユーゴスラビア崩壊の時代。 亡命政権のコソボ共和国の首相となっていたブヤルブコ氏の内閣で経済金融大臣に就任した。この時代、スロボダン・ミロシェヴィッチ率いるセルビアはムスタファに対する逮捕状を取り、ムスタファは1999年まで難民としてドイツをはじめスイス、アルバニア、スロベニア、クロアチアなどの外国での生活を送った。1999年に コソボ紛争が終結すると、故郷であるコソボに帰還したが、2006年に、コソボ大統領、ファトミル・セーディの高等政治顧問に就任するまで、政治からは身を引いていた。2007年12月、地方選挙にて、コソボ民主党の副党首で、コソボ解放軍の元司令官、ファトミル・リマイを下し、プリシティナ市長の座に返り咲いた。その後2009年11月には、 プリシュティナ市長に再選されている。2010年11月7日、現職であったファトミルセューディウを下して、コソボ民主連盟の党首に選出された。2014年12月9日に、コソボ首相に就任したが、2017年5月10日に、議会にて不信任決議が賛成78反対34で可決され、直後に、ハシムサチ大統領によって議会は解散された。 結婚し、二人の息子と一人の娘を持つ。ありがとうございます。